現在、リーグ5連敗中で自動降格圏内の17位に沈むドルトムントだが、チーム全体がかなりナーバスになっているようだ。ドイツ紙、ビルドプラスが3日付で報じた写真からは、ユルゲン・クロップ監督が香川真司の胸ぐらを掴んで、厳しい表情で叱責しているような状況が見て取れる、香川もいささか不適されている様子だ。記事の冒頭では、クロップ滅血。 再び上位へ帰り咲くためにクロップが興奮していると書かれているがチーム内に不穏な雰囲気が流れているのは間違いなさそうだ負傷者も多く厳しい状況に立たされたドルトムントは実節好調のボルシア m g とホームで対戦するこの試合で再び勝利を取り戻すことはできるだろうか